練習曲作品10代3番補聴調は、フレデリック・ショパンが1832年に作曲した、ピアノのための練習曲。日本においては、別れの曲の名で広く知られる。西欧においては、トリステスの愛称で知られるが、時にフランス語圏で、エル・アンティミティ、英語圏で、フェアウェル、エル・アデューと呼ばれることもある。店舗指定は、ニューヨークの霊媒コレクションの実質譜では、 ビバーチェ、ワルシャワのショパン博物館の自筆筆では、ビバーチェマノントロッポであったが、出版の際に、ショパンがレントマノートロッポに変更したと考えられている。甘い旋律ばかりが注目されるが、中間部にショパンならではの劇的な要素がある。評論家からは、ピアノのための歌として高く評価されている。ショパンの弟子の一人であったアドルフ・グートマンにこの曲を、 レッスンした際に、ショパンは、ああ、私の古国よ、と泣き叫んだという。また、ショパンは一生のうち二度と、こんなに美しい旋律を見つけることはできないだろうと、語ったとも伝えられている。日本では、別れの曲の愛称で広く知られるが、これは、1934年のドイツ映画、オペシーツ・バルツァーで使用されたことから広まった愛称である。 利用された映画の題名が通称として定着したのは、クラシック音楽全般でも稀な例である。右手が内セ部を弾きながら、旋律の音量を維持しなければならない。技巧よりも、むしろ、旋律的なフレージングの表現力とレガートの雰囲気を引き出すことが重要である。この点において、それまでの練習曲で必要とされた素早い技術のための練習曲と大きく異なるとされる。 ありがとうございます。